シーホース三河がお届けするポッドキャスト、シーホースキャスト、略してシーキャス、シーホース三河ホームコート MC の小林拓一郎です。この番組では選手やチーム関係者を迎え、毎回テーマに沿ってトークとは一味違うリアルカンバセーションをお届けします。今日のゲストはこのお方です。試合会場ではサコタクでいつもご一緒させていただいております。改めて自己紹介をお願いいたします。はい、シーホース三河シニアプロデューサーのサコケイジです。サコさん、よろしくお願いいたします。今日はちょっとこのサコタク、はい、普段試合の前にやっていて、今日の試合の見どころをお話しさせてもらってますけど、はい、ちょっとそれの拡大バージョンみたいなイメージでこのシーキャスを取れたらいいなと思いまして、はい、ちょっとまずは今シーズンシーホース三河が、まあ、ライアン・リッチマンヘッドコーチ体制に変わりまして、ちょっとこの3つの期間に分けてみようかなと思いまして、うん、まずはシーズン開幕から最初のバイウィーク、はい、11月のバイウィーク、はい、でそのバイウィーク明けからこの前のバイウィークまで、はい、でこのまたこの前のバイウィーク以降のもうシーズン終盤ですね、はい、ということで開幕から最初のバイウィークってシーホース三河ってのはどういうチームでした？いや、もう本当にポテンシャルはもともとあるチームなんだけど、はい、それがなかなかこう開花しないというか、外から見るとそういうようなチームなんですよね、はい、三河っていうのは、うん、でタレントはそうそうですね、うん、あのいい選手は、はい、なんですけどやっぱ結果がつながっていかないというか、うん、はい、だったんですけど、まあでも僕が本当に率直に思うことっていうのは、はい、ライアン・リッチマンの体制に変わって、はい、1ヶ月後には開幕してる、はい、そういうようなイメージなんですよ、はい、っていうのはやっぱそのいろいろなトラブルがあって、うん、来日が少し遅れて、うん、やっぱ当初8月の中旬って言ってたものが8月の下旬にその日本入りした、はい、こういうところから言うと出だしが遅れてるんですよね。そっか、そこで遅れちゃってるんですね。そうです、そうです。で1ヶ月間でチームを作るってすごいことだと思うし、確かにあの皆さんが求められてる勝つっていうことに関して言うと、はい、それ勝てるか勝てないか、あの勝つか負けるかなんていうのはやってみなきゃ分かんないことじゃないですか、はい、自分たちが準備したものがちゃんと浸透した上でこういう結果にはなるっていうイメージはできてても、それがなかなか時期的に難しい、はい、だから僕なんかいつも思ってるのは、体制が変わったチームは、はい、もう11月のバイウィークまでは練習ゲームの連続だっていう感覚なんですよね。試しですね。そう、試しなんですよ。だからそのシーズンに結果を出せるって本当に少ないと思うんですよ、はい、体制が変わった、じゃあ開幕からゴーします、うん、そこに対して準備する時間はこんだけです、うん、そこまでにじゃあ練習ゲームは何試合やりますっていう、うん、そういうのも来日してから決まってることじゃないですか。そうか、だから11月のバイウィークまではどっちかというと不安定な、僕はシーホースだったと思います。基本的に成績を見てみても、はい、1勝1敗多かったですもんね。そうなんですよ。要はポテンシャルが発揮できる試合とそうじゃなくてできない試合、ここっていうのは何ってなった時に、うん、やっぱチームのビルディングが全くできてない状態だから、信頼関係がまだ希薄な時期、はい、うん、これっていうのは戦う上ではすごい難しいんですよ。はあ、いいプレーは出るんだけど結局40分間トータルでは最終的に負けちゃったよねっていう、うん、この最終的に負けちゃったよねはチームカルチャーもできてない、はい、チームビルディングもままならない、はい、こういう中で寄せ集めの選手を集めて、うん、システムだけをまあ統一感を持たせてやっていくってなったら、はい、そこに気持ちって入ってこないんですよね。信頼感か。そうなんですよ。この人のやってることで信じてやれば勝てるのかどうかって揺らいじゃったら、うん、そうですね。そうですもんね。だから僕はそういう見方はしてました。11月までは絶対に不安定だろうなっていう。それが まさに本当5割ぐらいだっていうのが、はい、まさにその結果としても出てましたからね。そうですね。でこれちょっとびっくりだったのが、最初のバイウィークを迎えたじゃないですか。普通そういう状況になった時に、うん、まあ、準備が遅れた分取り戻そうとしてそこでグワッと練習したいところじゃないですか、うんうん、休みを与えましたよね。いや僕もびっくりしましたで多分ですけど、はい、
今までの B リーグの歴史の中で、うん、最初の11月のバイウィークに、うん、10日間の休みを取るチームって初めてだったと思うんですよ。ないですよね。あんまその他のチーム事情知らないですけど、はい、ないと思います。あんま聞いたことがないです。僕レバンが少し引いた時に、はいはい、最初のバイウィーク、うん、1週間休むって言ったんですよね、はい、っていうのはもうやっぱその外国人も慣れてなかったし、はい、で最初の1年目、はい、みたいなチームの方からいや3日までにしてくれって言われました。やっぱクラブ側からもそういう意見が出るわけですよね。はい、だからコーチのマインドとしては僕もライアンと同じです、うん、休む時にはしっかり休まないとっていう、うん、気持ちの切り替えがそうですね、はい、すごいな。なんだけど10日これはすごいと思うんですよ。普通はね、だってその、はい、そこまでの1勝1敗のところをこう振り返って、はい、それを修正する期間に与えたいところですもんね、はい、10日間休んで、でもそっからがまた強かったですからね。やっぱね、僕も本当に学ばせてもらいました。やっぱチームビルディング、まあ、カルチャー、はい、こういうところも含めてああいうやっぱメリハリって大切だなっていう、やっぱ選手が率先してそこに乗っかってこないと気持ちですね。そうです、何にも始まらないと思うんですよ。押し付けの、うん、やっぱビルディング、うん、カルチャー、うん、ここはもう本当に取ってつけたものになるから、もう本当メッキが剥がれた時に修復できなくなるじゃないですか。そうですね。今回学ばせてもらいました。本当に最初の11月のバイウィークあって僕も心配で毎日練習見に来ましたからどうなんだろうって。でもそこがやっぱり厳しいところもあるから10日休みをあげます、はい、その代わり開けた時にはめちゃめちゃいいんですよ雰囲気が。そうですよね。このやっぱ雰囲気大切だなと思いました。あ、もうあそこで、あ、今シーズンはもうほんとビルディングからカルチャーまでもうライアンに任せて問題ないなっていうのをあそこで確信しましたね。それやっぱりライアンもライアンで信頼感を勝ち得たって感じなんですか。そうですね、選手たちの。はあ、そうだと思います。だからって言ってそういうところでしっかり休むから、うん、じゃあ普段の練習がそんなに甘々なのかって言ったらめちゃめちゃ厳しいですから。めちゃめちゃ厳しいですね、練習に関しては、うん、ただしっかり整理させることに対してすごい時間をかける、はい、うん、厳しいっていうのは、うん、この強度の問題なんですよね、はいはい、ライアンがわーっと大きい声を叫んで、うん、ああじゃないこうじゃないってやらせてるバスケットで厳しさがあるとかじゃなくて、じゃなくて、うん、はい、間違えてもらいたくないのは、うん、強度の問題なんですよ、うんうん、練習強度、うん、ここに対してやっぱ選手がしっかりマインドがこう乗っかってる練習を積み重ねられる、やっぱここっていうのは回数じゃなくて濃さだな、濃さだ、すごい思いました。ね、だここで今何の練習をしているかとか、その練習中のシュートの1本すらもちゃんとしっかり高めていこうっていうところですよね。そうですね。そこの要求に対してライアンはもう絶対に何ですか、妥協しないというか、はい、求めて与えていくお題に対しては高いところ高いところを常にやっぱ求めていく、はい、ここに対して選手たちが応えていくっていうこのマインドがやっぱ乗っかってこないと相乗効果として出てこないっていうものがすごい見られたんで、うん、そうか、はい、じゃあその最初のバイウィーク明けからその次の、まあ、この前の、2月のバイウィーク、ここまでの間なんですけれども、この時のシーホースはどうでしたか。まあでもそこから僕はエンジンかかり始めたんだなっていうのはすごい感じてて、もちろんやっぱその上位のチームに落とすゲームとかっていうのはあったんですけど、もう次やれば勝てるなっていう落とし方じゃないですか。次やったら絶対もう、あ、もうこれ勝てないっていうゲームってどういうゲームって言ったらギブアップゲームなんですよね、うん、ギブアップゲームをしたらそのチームとそのシーズン何回やっても最後の最後絶対にやられるんですよ。気持ちで負けちゃうんだもん。そうそうです。だけどもう11月までの間にはギブアップゲーム俺あったと思うんですよ、はい、渋谷とか渋谷戦争ですね、はい、ちょっと選手が諦めたなっていう部分が我々も見てて見えたんですよ、はいはい、だけど11月のバイウィーク明けから
この間の、まあ、2月のバイビークに至るまでのここのゲームの中でギブアップゲーム一回もないです。一回もないですね。一回もないです。一回もないですよ、確かに、はい。我々がリードしてて、最後まくられて、うん、負けたゲームはあるんですけど、うん、絶対にないんですよ、それ。それってもうチームが確立してきてると思うんですよ。そうですね。だ群馬との試合の時もそうでしたし、一戦あの離された時も最後まで食らいついていったし、20点近く離されて、 そこから追っかけたじゃないですか。そうです、ね、最後の最後っていうのは4点差とかそこら辺まで追っかけたじゃないですか。そうですよね。だからこれはもうチームとして勝つチームのマインドにすごいなり始めてると思うんですよね。これでもさっきのちょっと信頼感のお話にちょっと戻ると思うんですけど、確かにこの前のバイウィーク入るまでの間の負け試合の時の選手たちの試合後コメントとか、まあ、よく X でも流れてますけども、はい、その時に言ってたのが、でも自分たちの勝ち方はもう分かってるんで、自分たちのやるべきことをやれば勝てますっていう、そういうコメントが多かったんですよね。ってことはもうそこはもうすでにライアンのやってることにしっかり自分たちが遂行していけば勝てるんだっていう、そこのもう合致した信頼感もあったのかなと思うんですよね。本当そうだと思います。で、僕はもうこれからは成功体験と失敗体験の繰り返しの中、うん、自分たちがどれだけビルドアップしていけるかっていうところだと思うんですよね、はい。そうなった時にチームとして一番大事なことっていうのは言い訳を絶対しないと思うんですよ。負けたゲームに対して負けを認めて自分たちが受け入れることからじゃないと学べないので、はい、だからそういう意味ではそのライアン・リッチマンというヘッドコーチがやっぱカルチャーとして求めているというのは、うん、勝つ、ここにこだわれる人間、うん、こういう人間をちゃんと育成してますよね、練習中から。練習中から、はい、こういうことに対してやっぱ諦めていく人間に対してはプレータイムがぐっと短くなるし、僕なんか練習見てて、あ、こいつはすっごいいいなって思ってる選手っていうのは必ずその節、うん、プレータイムもらえます、もらってます、それなりにいいタイミングで。うーん、だからリッチマンのやっぱそのカルチャー、うん、文化を作っていく、勝つための文化、これに関して練習の中から始まってるんで、はいはい、これはすごい効果だと思うんですよ。さらにこのポジションが被る選手たちが多かったりする中で、はい、もうそこですよね。プレータイムが与えられなければ自分の仕事もできないわけだから、本当そうなんです。チーム内でまず戦いが始まってるってことですよね。そうです。だから本当練習の強度、先ほども言いましたけど練習の強度が本番さながらですからね。これってでも厳しいと思うんですよ、体力的にも、まあ、肉体的にも精神的にも。でもその練習をこれだけこなしてきてゲームに臨んでいく、レストをしっかり休むっていう、そのもうオンとオフ、ここはもうライアンがしっかり舵取ってるんで、すごいなと思います。すごいですね。でもさっきの言い訳っていうこともちょっと出ましたけど、はい、まあ、このその期間中やっぱり怪我人が出てしまったっていうのはやっぱり痛手ではありましたよね、うん、言い訳にはしたくないところではありますけど、うん、もうそれはね、もう本当ファン、ブースターの皆さんが判断するところだと思います、うん、ただ選手の口から誰々いないからとか、うん、こういうことっていうのは多分一切出てないと思うし、確かに出てない、はい、これはライアンがよく言ってる怪我でもいない、これいなくなるってことはもうしょうがないことなんだと。やっぱこれだけ激しい中でアクシデントが起きるし、うん、だけどそれに代わって自分が変わっていこうっていう、こういう人間が出てくるチームがまさに本当のチームだっていう言い方をしてるわけですよね。選手たちはじゃあ雄大がいないから、うん、長野がいないから、うん、言い訳言わないですよね、はい、だったら俺がそこのポジションでプレータイムをもらいに行くっていう、うんうん、このやっぱ切磋琢磨、まあ、言葉悪いけどチャンスと捉えて、はいはい、自分にとってチャンスと捉えて、はい、そこでプレータイム勝ち取っていくぞっていう、はい、もちろん12人の選手がいるわけなので、うん、はい、その12人が実力としてこんなに大きい幅であるのかって言ったらない、うん、ここに関してやっぱ自分がどれだけのポテンシャルを持ってて、うん、どれだけをチャンスに変えていくか、うん、こういう部分っていうものを
ちゃんと選手がね理解してるのかなっていうのはすごい感じます ね。これで実際に、まあ、そこの第この2回目のバイオウィークのところまでがそういう形でカルチャーもちょっとできてきたと。でいよいよでここ現段階では、まあ、今現段階収録しているのは2月末なんですけれども、はい、まだ実際にこのシーズン終盤がまだ始まる前ですけども、はい、現段階シーホース三河は中地区2位、今は CS 圏内にいるというところですけど、ここからさらに終盤カードもなかなか激しくなってくるんですけど、対戦カードも強豪チームとの対戦も控えているという中でどういう感じになっていきそうですかね。どうですかね、まあ、ここからはもう本当予測の範疇になっていくんで、うん、あんまり簡単に僕はこうなると思いますっていうことはちょっと 言いたくない、はい、っていうのは CS に出るか出ないかっていうのはファンブースターの方にとってもすごい大きい、めちゃくちゃ大きいと思います、はい、イベントになると思うんですけど、はい、選手も同じだと思うんですよ。でやっぱね、中のやってる人間たちの気持ちとしてはそれを絶対に乗り越えていく一つの、まあもうラインだっていうことはみんなが分かってるし、 B リーグ全体の選手全員が分かってるはずなんですよ、はい、CS に出る出ないで全く価値が変わってくると思いますんで、うん、はい、ただね今の段階で2位だから、うん、いや CS 圏内にいるんでって、ここに関して言うと、うん、そのチームの浮き沈み、うん、これっていうのは先ほどもありましたけど、はい、怪我によるアクシデントだとか、うん、チームのやっぱいろいろ準備していくものが変わっていく、こういうタイミング、はい、こういうものも含めてなんですけど、ライアンが、はい、じゃあ CS に向けてフォーメーションを変えていくのか、うん、チームのディフェンスのローテーションを変えていく、うん、選手のやっぱ起用していく、人間を変えていく、うん、いろんなことっていうのは要素として考えているものか、うん、だとは思うんですけど、はい、それをやるかやらないかもわからないわけじゃないですか。まあ今までの三河のを率いてたヘッドコーチのスタイルでいうと、うん、前半戦と後半戦は全く違うフォーメーションを使いますからね。はあ、そっか、キーパーさんの時はそうでしたね、はい、確かに。それはどうしてかって言ったら、後半最後やっぱプレーオフがあって、はい、そのプレーオフに向けて後半戦の試合をうまく使いながらプレーオフにアジャストしていく、はい、でプレーオフにアジャストしていく時にプレーオフ中には前半戦に使ってたフォーメーションを使ったりもしてたんですよ。はあ、うん、その相手のスカウティングをうまくこう混乱させる意味も含めて、はい、変わったぞと思わせる、はい、けどいきなり変わってないところを見せるっていう。そうです、そうです。だからそういうのっていうのは戦術戦略、こういう部分にすごい当てはまっていく。ライアン・リッチマンがじゃあ CS に向けてチームをどう変化させるのか、変化させず、うん、このままビルドアップを求めて、うん、今やってるものをさらに良くしていくって方向のコーチなのかっていうのは僕もわからないです。そうか、はい、そこはまた坂田さんも楽しみなところなんですね。そうです、そうです、僕もすごい楽しんでるところなんですよ、そこは。あ、そんなところまで、でも皆さんっていうかそんな裏の裏をこう掛け合ってるんですね。もちろんですよ、チーム同士って。いや現場はそうですよ本当そうですよ。だからもうね、僕もファンブースターの方々と同じ気持ちなんで。そっか、そうなんですよ。これがね、今年その実績がどうかによって来シーズンのシーホース三河の舵取りっていうものもまた変わってくるだろうし、はい、なんでライアンも日本に来たのが初めてで、チームをヘッドコーチとして率いたのもやっぱそう、シーズンを通してってことで考えると初めてスポットではあると思うんですよ、うん、G リーグのスポットだとか、うん、いろんなところにスポットあるけど、長いシーズンを率いるってすごい。基本アシスタントコーチだからね、NBA でも。しかも60試合って結構長いですから。なかなかですよ、はい、ってなるとライアンも手探りですよ、 CS に向けては。そっか、はい、今はレギュラーシーズンっていう中で自分たちがビルドアップしていくっていうことを目指して、勝ちの文化とかね、こういう部分っていうものにこだわってると思うんですけど。はあ、面白いですね、うん、そっか、確かにそうですね。金川さんの時はこう CS に出るってことを大前提の上 で、 そうです、ね、
シーズン終盤を戦ってたっていうところもあったと思うんで、そうですね、そこがじゃあまず CS に出るぞっていうところのダイヤにとっても初めての経験なわけ で、はい、シーズン全部を戦うっていうのがヘッドコーチとして、そうはあ、これは確かに僕らも面白いワクワクするところですね。色が出ますよね。キーになってくる試合ってどこだと思います？後半終盤。そうっすね、まあでも全てが大事にはなるんですよ。だけど、うん、チームが跳ね上がるか沈みに行く可能性が高まるかっていうところは宇都宮だと思います、ね、はい、3月の、はい、30、31ですね、うん、もうチケットもすぐに速乾になったという、うん、まあ敏感ですよね皆さん、ね、いやここはやっぱりそうですよ。僕らがステップアップするためにはここで絶対やっちゃいけないのは何があってもギブアップしないっていうところです、うん、で勝てるゲームを絶対落とさないってことですね、うんうん、これはもうすごい難しいと思うんですけど、我々が今シーズン CS 出るっていうことに対してエンジンがさらにボアアップしていくかどうかっていうのは、うん、そこだと思います。やっぱそうなんでしょうね。それは多分ファンブースターの皆さんもこう感覚で分かってらっしゃるし、やっぱこの試合は絶対白熱するだろうっていうところで取ってらっしゃいますよね、チケットもね。ここの2戦がその後の東京、渋谷、はい、ここら辺のゲームにも直結すると思うんですよね。そっからアウェーで今度4月東京渋谷とありますからね、はい、そうですね、はい、って考えるともう本当にそこから我々はブースアップしていかないと、逆にここをですよね、はい、ここを皮切りにダウンしていくと危ないと思います。宇都宮っていうチームはもう昔からやっぱりこうずっと強いじゃないですか。でやはりこの強度なディフェンスっていうこのイメージがやっぱり強いですけど、その強度なディフェンスに対してまずは気持ちで負けないみたいなところだと思いますけど、キーになってくる選手とかって誰になってくるんですか、そのあたりで。僕は久保田、ガード、はい、だと思います。やっぱり久保田、長野、ここがちゃんと復帰して、はいはい、ガード陣がですね。っていうのはなぜ、勝ったことのない選手なんで、ほう、はい、だから貴重になってくるのは長野、久保田が石井、柏木との関係性を深めないといけないと思います。もっと深いそうか、勝ったことのある、はい、優勝経験のある、そりゃそう、勝つってそういうことですよね、はい、もうその、はい、もうちゃんと勝った経験を持ってる人間ともうしっかりバスケットに対して向き合っていろいろ話をするってこと大事、大切だと思います。ここの関係性が背中合わせだったら絶対にダメだと思います。そっか、そういう面で言うとやっぱり勝ったことの経験のある柏木、石井というもの、やっぱり優勝を何回も経験している選手がいるっていうのは、はい、大きいです。めちゃくちゃ大きいですよね、はい、そうです。で今学ばなきゃいけないところだと思います。うーん、三河が再びチャンピオンを取る時のためには、うん、そういう人間から何を学ぶかって大切で、で学ぶタイミングも必要なんですよね。はあ、常にじゃないんですね。いや、もう CS 圏内に届かないなって思ったタイミングで、うん、自分たちは優勝の話なんか絶対しないわけですよ。はい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 、はい、うん、でも CS に行くっていうことの今ここのタイミングで勝つってどういうことなの？僕は特にですけども、うん、ライアンが久保田、はい、長野に対してのその自分のカルチャーをすごい伝えてると思います。じゃないと特に久保田のあの変化は起きないんじゃないかなって。僕の久保田のイメージとだいぶ今年変わりましたね。あ、全然違いますか？違います。最初どんなイメージでした？いや、もう本当点数、点取り屋さんに近いような、はいはい、縦に割ってって、うん、ガシャガシャっとやりながらファールをもらいながらフリースローを取ってとか、うん、
空いたらスリーポイント打ってとか、はいはい、そういうなんかこう得点の中から自分の価値を見出していく選手、はい、だけど今は全く他の人間をどう生かしていくかっていうちょっとバスケット深みに入ってきてると思うんですよね。ガードとしての、はい、変わりました。僕はいいガードになったなと思ってます。もちろんポテンシャルあるんで、はい、いいガードなんですよ、はい、でも僕が言ういいガードって、うん、勝たせられるガードになるんじゃないかなっていうちょっとそういうところに入り始めてるんじゃないかなって思ってるんですよ。すごいな、佐古さんからそのお墨付きを。いやいやいや、お墨付きじゃないですよ。それはもう本当本人が僕が思ってることは全く考えてなく、ただ単に取り組んでる結果こうなったかもわかんないですよ。いやだけどすごいな、変わるタイミングあるんですよ。あるんです、ね、あるんですよ。もう僕なんかもう本当そうだったんで、佐古さん自身が、はい、もう僕なんか本当手取り屋さんで、うん、1試合20点取ってりゃいいんでしょうみたいな。だからボッコボコ打ちますよね。だけどチーム勝てなくていいんですよ別に。自分が活躍できてればいいんですよ。そういう時期があるんですよ、はい、そうですか。佐古さんいつですか？23歳いすゞ入ったぐらいですか？はい、1年目2年目は本当まさにそうだったんですか？はい、本当そうだったんです。へえ。3年目に自分がプロとしてのキャリアをスタートさせたんですね、はい、だから1年目2年目はサラリーマンだったんですよ。あの前回の C キャスでその話をしてくださいました、はいはい、でもう3年目からそのタイミングから、あ、自分が評価されることっていうのはもう自分自身の評価じゃなくてチームの評価なんだなっていうところで、自分の給料を上げるためにはこのチーム優勝させろって言われたんですよ。そっからだったんですよ。ほほほほほ、わけわかんないじゃないですか、優勝させろってそんな簡単なことじゃないじゃん。そうですね、はい、だけどやっぱそのポテンシャル持ってる人間をどうやって生かすことでゲームが安定してくるかとか、こういうことを学び始めると今度点数なんかどうでもよくなっちゃうんですよ。自分の見え方でもどうでもよくなっちゃうんですよ。でも実際どうですか、バスケットがやっぱりより面白くなったらそっからですか？うん、より面白くなったし、勝った時と負けた時の価値観がすごい変わりましたね。はあ、本当に悔しくなるわけですね、じゃあ勝てなかった時は。そうです。その勝ったゲームに対して自分のおかげで勝ったっていうのはもう若い頃で終わってるんですよ、はい、ああ俺が30点取ったから今日勝ったんだなみたいな、俺がいなかったらこのチームダメじゃん、うん、こんな程度の薄っぺらい言葉しか出てこないんですよだけど今度負けた時の方がすごいこうフォーカスする、何フォーカスするんですよね、うん、でなんで負けたんだろうって、どこがいけないんだろうと、はい、俺ら何ができたんだろうっていうところから自分を今度見つめるわけですよ、うん、はい、このただ単にその映像の中で、ああこのプレー覚えてる、ああこのプレーすげえいいプレーだなって思いながら、はい、ミーハー的に見てるのと、うん、そうじゃなくて、なんで負けたんだと、俺ってな、俺が何できるんだろうとか、こういう見方とだいぶ変わってくるわけですよ。ゲームの見方全然違いますね、それは。そうなんですよ。で、最初は負けたゲームからしか学ぶものないと思ってたんだけど、今度勝ちのゲームから学ぶっていう方法も出てくるわけです。ほう、はい、勝ったゲームから学んだ方がよりポジティブな自分の良さだとかチームの良さだとか、こういうものを発揮するためにいろんなヒントがある。へー、ここもやっぱ成長段階の一つなんですよ。はあ、最初チームが勝つためにはってなると負けたゲームからしか学べない、うん、だけど一回優勝してこの優勝を続けるってどういうことなのかってなってくるときに、今度勝ったゲームから我々は学ばなきゃいけない、うん、これができてたから勝てたんだっていう。で、同じことをやってても勝てないってみんな分かってるんですよ、はい、去年と同じことをやってても絶対ここを目指してくるわけだから、はい、は絶対これ以上伸びしろを見つけるしかないってなった時に、はい、負けから学ぶものって伸びしろの部分じゃないですよ、修正の部分だけで。そうか、そうか、そう、自分たちがそこより上に行く、自分去年の我々より絶対に上に行かなきゃってなったら、勝ったゲームからしか見つけられなくなるんですよ。ここでこういうミスをもっと減らせばここでもっと点差がついたよねとか、うん、そういうことですよね。だからそうです、勝ったゲームでこれたまたま勝ったよねっ
ていうゲームだとか、そうか、このシュートがそうこのタフショットが入ったからっていうとか、そうか、でもこのタフショットは大事だよねってなると、そのタフショットを準備しとくことになるわけですよ。はいはいはい、どんなに苦しい時でもいい、最後はいいショットで終わらないと、確率の高いショットを狙わないと。だけど時間はない、クイックに確率の高いシュートって何とか、そういうのがやっぱ本当に伸びしろの部分になっていくわけです。となると、はい、まあ、今シーズンの久保田選手に関して言えば、はい、もうそれを、まあ、繰り返してきてるわけですよね、きっと。だからどんどんバスケットが深くなってるというのはそういうことなんですよね、きっと。で、自分の中でもバスケットの難しさっていうものを感じてると思います。最初の頃悩みあった感じでしたもんね、はい、シーズン序盤っていうのは。やっぱ求められてるバスケットっていうものに関して、自分の今までのバスケットの人生の中で多分初めてだったと思うんですよね。ポテンシャルを持ってても、その求められるものが自分の深さにないもの、知識がないもの、こういうものだとか背負わされるものが今までより数段重いものとかになってくると悩むわけです。これでもあれですよね、この前も話ありましたけど、柏木慎介もそこを通ってきてるわけですもんね。通ってきてます。もう慎介も本当に通ってきてますですよね。その最初はやっぱり点を取るっていう選手で、すごい選手でしたからね、もうギュンギュンでパワーはあるし、シュート力あって、もう中も外もできるっていう、もうでも三河に IC に入ってきた時に、はい、俺のがすごいって言ってたやつが2年後にはどうすればいいですか、ですよね、ですよね、そうです、これはそういうことなんです。でもそれをするから僕は人に伝えられるものがあると思います。だからさっきおっしゃってた、まあ、その勝った経験のある柏木石井が、うん、久保田長野としっかりと向き合わなければ、うん、このチームはその次に行けないよっていうところなんですよね、うん、まずはそこからもうそのライアン・リッチマンのカルチャーをしっかり理解して、自分たちはそこにメインの人間として入り込んでいかないと、勝ちの文化は絶対出てこないです。これってどんだけ時代が変わってもバスケットスタイルが変わっても同じなんですね、ここに関しては。っていうのはコートの中でのもうヘッドコーチと同じなんだよ、判断する人間なんだよ、ポイントガードとか、はい、ここが何も判断なく何の根拠もなくっていうゲームをずっと続けてたら、根拠のない負け方もするし、そっか、だから、うん、振り返りようもないんですよね。そうです、だからそこがしっかりコントロールできるってことが本当にもう勝ちのカルチャー、文化を作っていくためには絶対欠かせないところだと思うんです。で、こことヘッドコーチのとの関係性に信頼関係がめちゃめちゃ強いものがなかったら何にもできないと思います。だから僕はキーマンっていうのは活躍をすることじゃないんですよ、はい、とにかくライアンとの絆をまず深めていくっていうこと、それと自分たちが求めているバスケットに対してもがきながらも勝ち方をちゃんと把握しておくってこと、これはウイングの人間、インサイドの人間、ここがうまく反応が鈍い日があるわけですよ、スリーポイント入んないなとか、はい、あインサイドフォロフォロしてんなとか、うん、あミス多いなとか、うん、こういうものも含めて自分がやっぱそういうものをうまくコントロールしていくっていう準備さえできてれば、うん、ゲームの内容、コール出す、ね、色、はい、こういうものっていうのを変えられることってポイントカードできるんです。はあ、めちゃくちゃ面白いポジションですね。そうです、めちゃめちゃ面白いですよ、はい、めちゃくちゃ大変だけどだと思いますね。じゃあライアン、要はコートに立つライアンの頭脳を持ってるってことですもんね。そう、それを持たないといけないってことです。っていうことですよね。それを持たなかったら波のポイントがどうあります。でも佐古さんは久保と長野に関してはポテンシャルはあるぞと、しっかりあります、乗り越えられるです、はい、でこれまた勝ちっていう成功体験がついてくるとまた違うでしょうね。そうです。だからこっからの3月からのゲームは、はい、成功体験と失敗体験をどういうふうに自分たちで捉えるかということですよね。っていうのは今もうとにかくもう、まあ、簡単に言えばチームはビルディングカルチャー、これ含めて、はい、今
作ろうとしてる進行形のチーム、はいはい、あのこれがしっかりできてる宇都宮だとか千葉だとか、はい、ああいうところとはまたちょっと違うし、はい、うん、まあ、ああいうチームはやっぱり勝つことで積み上げられてきたんですかね。そうですね。で宇都宮なんかは昨シーズン負けたことによって学んだものがありますよね。あ、だってカルチャーとして選手のカルチャーとしては何も変わってないです。でもヘッドコーチが変わったことによってのヘッドコーチのカルチャーっていうものを取り入れようとしてちょっと失敗したシーズンになったじゃないですか、去年は。後半から盛り返してきましたけど、でもこのタイムラグって今年の我々と同じだと思うんですよ。我々のタイムラグは早く解消されたけど、昨シーズンの宇都宮はそのタイムラグが長引いた結果、やっぱり周りが思ってるほどの結果を出し切れてない。だけど今シーズン全く違いますよ。それがもうタイムラグがなくなったんですよ。そう、タイムラグがなくなってゲームスタートからもうエンジン全開でいけてるんで、これは我々としては来シーズン求められるものだと思うんですよ。そうですね、はい、今度は来シーズン頭からそれをいかなきゃいけないし、はい、となるとこのシーズンフィニッシュをどう迎えるか。そうなんですよ。ここをちゃんとトーンダウンせずボンとこう上がってくる、これがすごい重要になってくるし、今シーズンまあ本当に上に上がっていくって、自分たちのチームがビルディングカルチャーがボンとこう伸びしろの部分を埋め始めてるっていうことになってくると、これは上向きになっていくと思うんだけど、これ下向きになったら来シーズンのゲームスタート大丈夫かなっていう感じにもなってくるじゃないですか。来シーズンの言葉でも関わってくるわけですね。ですね。まあそれはまあ来シーズンは来シーズンになりますけど、うんうん、はいはい、うん、でもまあ一応こういうのがカルチャーとして積み重なっていくものですよね、うんうん、だから今年三河はまあぜひね、うん、勝って CS にね、まずはそこですよね。そうです。 CS、 さっき言った CS に行く行かないのこのラインっていうのは本当に大きいですからね。大きいです。本当に大きいと思います。でこれをまたファンブースター皆さんがどう経験するかっていうのも、うん、そうですよね。この自分たちの応援するっていうこの熱気だったり、かつてはそれこそ B リーグ当初っていうのは、まあ、中地区優勝っていうのは早々に決めたりだとか、うん、であとはまあそれこそ CS もホーム権を持っていてホームで開催できたりとかっていうのもありましたけども、やっぱこうだんだんこうチームも変わっていく中でちょっとそういうところが遠ざかってしまうと、あれどんな感じだったっけっていうのを多分皆さんも少しこう戸惑ってる部分もあると思うんですけど、もう一回ここでそこに行けた時の熱気っていうのを味わいたいですよね。一体感っていうのを僕未だに忘れられません。あのウィングアリーナが本当にあんなに揺れた、もう比江島選手がこう決めた時の、当時相手はあれはアルバルクでしたね。負けちゃった試合でしたけども、その同点のシュートを決めた時のあの会場の揺れっていうのはすごかったですもん。僕も思わずアナウンス席立っちゃったぐらいだったし、ね、でも僕は本当に今シーズン、はい、あのファンブースターの方々もすごいステップアップしてるなと思ってるんですよ。感じてくれてますか。はい、あの最初どっちかというとゲームを見てても小畑さんの声がすごい目立ってたんですよ、うん、先導していく、それが一番メインにこう自分の気持ち、何耳にこう入ってくるし残ってくる、うん、ディフェンスとかもそうですし、もうなんかもうだけど今すごい変わり始めてるなっていうのは僕も感じてます。あ、感じてますか。いや、もうめちゃくちゃ感じてます。あ、すごいと思います、このステップアップ感。チームと同じ速度でステップアップしてる感じもするし、そうですよね、うん、だから本当一体感あって僕今すごい好きなんですよ、三河のあのウィングアリーナの雰囲気が。いやー嬉しいですね、そうやって。だからなんかもうそれは僕もやっぱり MC として、まあ、劣勢の時こそ声を出さなきゃと思ってこう言うんですけど、さっき言ったギブアップがちょっと見えちゃうと、うん、ファンの方々も、うんうんっていう風気持ちにはなっちゃうじゃないですか。やっぱその姿ってなんとなく感じるものがあるというか、で今シーズンのゲームってギブアップがそれこそシーズン序盤は最初はあったかもしれないけど、それ以降はもう全くない状態なんで、こんなに選手が諦めてないんだったら自分たちも声出して勝てる勝てないのギリギリだったら俺たちの声で勝たせようぜっていう、そういうこう気概がありますもんね。ありますね。
今からだなって、どこのタイミングから来るかなっていうのもずっと待ち続けてるし、今我慢だなっていう、その我慢をしてからスパンってこうスリーポイントだとかが入ったタイミング、こっからだなっていう気持ちも、僕なんかもうバスケットのクローとじゃないですか、はい、もう要はヘッドコーチもやってきてるし、はい、選手としてもやってきてるし、はい、ってなってきた時にゲームを先に読むっていうか、はい、こう読み方に関しては、うん、もう本当にそのファンブースターの方より多分深いと思うんですよ、はいはい、もちろん、うん、それはもうでもその人間が見ててもどっかから来るっていう信じてるわけじゃないですか、はいはい、これってもう今までやっぱシーホース三河の選手たちが積み上げてきてるものを実績として自分たちの中にこうマインドとしてあるから、うん、ギブアップはしないだろうなっていう、そうですね、こっからいろんな手を加えてくるだろうなっていう、本当まさにライアンも究極の負けず嫌いなんで、でしょうね、はい、あの手この手やりますよね、でしょう、ね、そういうところに対してもう本当に期待しかないですよね。そうですね、僕でもそれを思うと、そのなんかそのきっかけをくれたのはなんか一つ琉球戦だったような気もするんですよね、あのホームの琉球に最後まくられたじゃないですか、西田選手がこうエースとして覚醒していったのもあの辺りぐらいかなっていうのもちょっとこう改めて思うんですけど、まあ、結果負けてしまったけど同点にしたあのスリーポイントを西田選手がしっかり決める、でもあの試合で15点以上差つけてた試合だったけど最後の4クォーターの残り5分以降でまくられたわけじゃないですか、でオーバータイムで負けてしまうっていう、負けてしまったけどこういうことじゃないのかっていうのをなんか選手自体もファンの皆さんもなんか最後まで諦めたいっていうのはこういうことなんじゃないか、だから琉球というチームは去年優勝という本当勝つっていう経験をしたんだろうし、あれを目の当たりにしたっていうのが結構経験として大きいんじゃないかなと思うんですよね。確かにあるかもしれない、学んだかもわかんないですね、僕らもだってあの後も悔しくて帰れなかったですもん、思いますこれもすちょうどあの川村拓也さんがあのゲストで来てた日ですけど、なんすかこの暗い雰囲気って、そりゃそうなるよって言って後ろ来て、うん、ああでもそうですね、でもやっぱあの昨シーズンチャンピオンチームがこの姿をするんだって泥臭いじゃないですか、そうなんです、要は負けてるゲームを追っかけていくってすっごい泥臭いんですよ、うん、だけど泥臭い努力がないと勝てないんですよバスケットってね、これをやっぱ本当学んだゲームかもわかんないです ね、 だから優勝チームだからといってこうドンとなんかあぐらかくんじゃなくて、だからこそやるんだみたいな、あのマインドがやっぱりこう全ての人に伝わったんじゃないかなっていう、さすがっすね、いやなんかあれはちょっと一個今シーズン振り返った時にめちゃくちゃこう残ってる試合なんですよね、そっか、もう俺なんか悔しいから記憶から消して次やったら勝つチャンスあるっしょみたいなぐらいしか思ってなかったですさすがっすねあれでもそのさっきお話ししたあのかつてアルバルクと CS 戦った時の比江島選手が決めた時、うん、あれも負けちゃったけれども、うん、あの揺れと同じぐらいの、うん、本当にまさに同じエネルギーのボルテージを感じたんですよ、あんなあの西田のスリーポイントが入った時なんて俺も飛びましたから、ね、うわーってなったじゃないですか絶対勝てると思いましたもんね、結局すっごい記憶に残る試合ってああいう悔しいけど負けてた時のだけどあのみんながグワッて一体感した時の気持ちなんですよね、あれはもう本当そうでしたね、一つきっかけだったんじゃないかな、西田選手もやっぱあそこから、うん、西田のスリーポイントは本当にエースのショットでしたよね、今でも振り返りの映像を見るんですけどあのあと決めた後2回吠えてるんですよ、はぁっわしゃっていう、もうあれはエースだわね、えそうですよね、あのもう風格があったあの決めた後の、そうですよね、ああいうことですよね、うん、エースっていうのは本当そうです、ここからまた終盤ですね、はい、楽しみですということで、はい、この勢いを
トーンダウンさせずに、はい、さらに勢いつけて CS に行って勝つカルチャーを作っていきましょう。はい、今日はサコタクの拡大版という形でお届けしました。サコさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。